私、はるかちゃんに謝りに来たんです。私のせいで、はるかちゃんはアイドルを辞めちゃったから。え？待って、それってどういうこと？あなたのせいって、一体はるかと何があったの？私、もともとはるかちゃんに憧れてアスランに入ったんです。はるかちゃんはライブでもイベントでもいつもみんなに明日を頑張る希望を届けたいって言っていて、私その言葉がすごく好きで、苦しい時いつも思い出して励まされてました。あ、気づいたら、はるかちゃんみたいなアイドルになりたいって思っていて、必死に歌もダンスも練習して、だから、アスランのオーディションに受かった時は、本当に嬉しくて。はじめまして。新メンバーのマイです。はるかちゃん。私、はるかちゃんの言葉に希望をいっぱいいっぱいもらいました。だからアスランに入れて、すごく、すっごく嬉しいです。私の言葉に？ありがとう、すごく嬉しい。これから一緒に頑張ろうね、マイ。ステージで隣から見るはるかちゃんも、憧れたままのはるかちゃんでした。いつも真剣で、まっすぐで、かっこよくて、ハードな練習も、きついスケジュールも、はるかちゃんがいつも励ましてくれて、乗り越えられました。いつしか、私自身の人気も、少しずつ出てきて、はるかちゃんの隣で歌えるようにもなって、すごく嬉しかった。でも、アスランに入って3年目に、私、スランプになったんです。スランプ？新曲をうまく歌えなかったのがきっかけでした。どんなに気をつけても、自分のパートでミスして、